こんにちは。こんにちは。こんにちは。大野さんです。はい、盆栽大野です。今のうちのスタッフです。はい、今日は大野さんの冬の盆栽の管理をちょっと紹介していただきます。はい、よろしくお願いします。はい、さすがに今年も氷が張るような時期になりましたので、はい、でも今年全体あったかかったんで、うん、ビニールハウスを建てる時期が遅くなりました。はいはい、ここの場所は大宮でも駅前より2度ぐらい寒いんですよ。毎年11月の終わりには建てるんですが、今年はちょっとずらしましたね。さすがに暑かったですから。そうですね。で、建てたのが、12月の第1週の終わりくらいで、こういう感じで建ててます。で、霜よけなんでドアありません。はい、甘やかしてはいけないので。なるほど。はい、中もそのまんま、いつもと同じまんまで。同じ感じで。そうです、そうです。これで、寒い時はガチガチに凍ります。はい。こんなちっちゃくても、こんなちっちゃくても、凍っても平気ですから。うんうん、ただ、霜はね、うんと当たるとね、目が痛む場合があるんで、上だけ、暖房はしない上だけでやります。で、はい、仮に暑くなった場合は、裾を上げて風通しを良くします、ね。なるほど。特に大きい盆栽、小さい盆栽ってこともなく、この程度の感じですか。雑木も小白も両方入れてる。本当は新白とか松は入れなくてもいいんですけれども、はい、灰色が悪くなるとちょっと、立春盆栽大市が2月にあるんで、はい、と青い方が綺麗かなと思って今年は入れてみました。なるほど。入れない年もあります、はい、その時々ですね。ドア特にね、冬だからっていうことはないんですが、これに入れると水が3日に1遍です。3日に1回。はい。こんなちっちゃい鉢でも、こんなんでも、3日に1遍です。へぇ。乾くまであげないんで、うちは。そうすると、大きい木はほとんどないですけど、例えば、このくらいの木もね、うん、同じ回数になっちゃいますけどね。甘やかさないのが一番です。甘やかさないのが一番。はい。温めてはいけません。お家で盆栽やってる人は、こう、ハウス作れないじゃないですか。そうですね。大体、商品盆栽やってる人は、ベランダとか、お庭だったら、うん、軒下。軒下。屋根の、ちょっとかかってるところに置いて。うちよりもっと寒いところの人は、まあ、違うやり方が、後で言いますけど、うん、あるんですけど、まあ、埼玉県ぐらいだったら軒下で、凍っていても別に平気です。大丈夫。ただ、北風がすごく強いとかっていうだったら、風よけ、ちょっとつけていただければ大丈夫ですね。うんうん、そうですね。あと、はい、なんか初心者あるあるらしいんですけど、はい、寒いからつってお湯をかける人がいるんですよ。嘘。水です。水を。お湯はちょっと、はい、お湯かけちゃダメです。ただね、うん、はい、一番気をつけなくちゃいけないのは、出勤前に水やっていくっていう人の場合、うんうん、下手すると、やった先に凍るんですよ。パリパリパリって。あ、なるほど。朝早いとね。だから、それ気をつけないとね、びっくりします、木が。じゃあ、冬だったら朝やんない方がいい？朝やんないです。夜？夜も凍っちゃいますよね。うん。お昼頃やるんですけど、はい、だから出勤する人は難しいと思いますね。なるほど。だから、うんと寒い地方の人は、うちでさえ朝やると凍るんですよ。うんうん、水滴がね、ついたやつが全部凍っちゃう。はいはい。ガチガチに。だから、そのくらいの人は、もう、別のところに持って行って水をかけるしかないですよ。なるほど。だから、うちぐらいまでですね。水普通にかけられる。それかもう本当、室入れちゃう。うん、そう。東北の人はみんな室に入ってるから。発泡スチロールとか。そうそうそう。に入れると。そういうことですね。いうことです。うちも発泡スチロールに入れてる種類はいっぱいあります。はい。これから消毒ちょっとしますけどね。はい。石灰溶合剤、ね。溶合剤。うん。20倍ぐらい。そうですね、薄くしてね、シャーって巻くぐらいですけどね、葉っぱが白くなるんでね、ちょっと嫌なんですけど。溶合剤持ってない人は普通の消毒とかでいいんですか？そうでしょうね、うん、裸になった時の方が効くから。なるほど。この幹のあれを、貝殻とか、うん、そういうのに効くから。葉っぱがある時だとかかりにくいじゃないですか、はい、こういう先っちょが、うんうん、だから葉っぱ落ちてからなるほど。やった方がいいですよ。うちはもう、これはもう苗木。苗木畑になってますからね。苗木畑。うん、はい。これが気に入っちゃっていっぱいいっぱい仕入れちゃう。カラマツ。カラマツ？カラマツってほら、葉っぱ落ちちゃうじゃないですか。
へえ、いや全然あんま触れたことはない。そうですか、うん、軽井沢の方とか行くと唐松林真っ赤に紅葉して全部葉っぱが落ちて、ほら葉っぱが落ちて、松ですけどね、目出しがすごい綺麗なんで、これが好きなんで。これあんま曲げたりしないんですか、から松。曲げますよ、曲げる。まだ来たばっかりだからあれなんですけど、曲がります。柔らかいから、ほらこうね。ただね、問題は夏、うん、から松は高山性なんで、関東のあのほら蒸し暑いのが嫌いなんですよ、はいはい、であとカンカン照りダメなんで、夏は半日陰じゃないと枯れちゃう。でここで持ち込んだ木を作りたくて、なかなか入んないんでね、カラマツの種の実生、うんうん、実生っていうか山鳥っていうかどっちだかよくわかんないです、うん、永山ゴケが紅葉しましたね、赤く紅葉してる、うん、この赤いのが永山ゴケですよ。永山ゴケ、ね、苔ですよ、うん、姫の永山ゴケ。これまだ作ってる最中ですけど、持ち込むとこう山になってね、真っ赤になるんですよ。冬の展示会に使いますけどね。もう一山だね、まだ平らですね。あれみたいですね、黄金枝の出た時みたいな、うん、そうですね。でも、うん、でもこれはね、松の根元につくの、それが一番元気になりますね。だから割と日向で元気で育ちます、はい、イチゴも映ったからな。イチゴがね、ちょうどね、今頃なるの、ね、うん、ほら、まだ赤くなってないんですけど、実もできる、そうです、冬ですね。あの四季咲きなんです、これ。富士山の森いちごって言って、富士山の5合目あたりにあるって聞きます、ね、もらったんですよね、一株35年ぐらい前に、うん、それで受け継いでます、ね、増やして、ちょうどなってるやつを、はい、実が、うん、実が赤くなってるやつをグリーンクラブに持ってってる。グリーンクラブに親はどっかになってて、はい、美味しいんです。美味しい、食べれるんだ。はい、すごく美味しいんです、これがなんかうちに来るお客さんがみんな買ってきますよ。一歳ザクロ、ザクロで一歳っていうと、もうこのサイズでなります。こんなちっちゃい実です。今も葉っぱ落ちちゃってますけどね。うん、ちょっと面白い樹形ですね、みんな、うん、まあでもちょっと間延びしてるんでね、この辺で切って挿し木して、刺すとつくんでね、でこっからまた吹かせて2本ぐらいにしてやれば、これなんかもうここで取っちゃって上1本でしょ、でこことこことここでこう曲がってますから、もうこれも刺し木2本。そう、こういうね素材はね、これっていうサイズにならないのでね、どうしても手直しが必要です。あった、すごい、これが親、ほら、あ、かわいい。11月、12月は結構なるんですよ、こういう風にね、咲いて。8月と2月だけ赤くならないけど、1年中なるんですよ。これ特徴はね、ランナーが出ない。あ、そうなんですか。いちごってランナーで増えるんですよ、普通、はい、1本は1本で、その横に子供がちょこっとついてくる、うん、増やすのは種まき。種なんですか。種まき、実から出るんですよね、種は。そうですよ、だからこれ食べちゃうとなくなっちゃうんですけどね。例えばほら、これが実が赤いのをほんだけとくと、こう縮まって硬くなっちゃうんですよ、はいはいはい、でこれをジュジュジュって、これ種です、これ。これ種なんだ。うん、いちごのプツプツが種だから、へー、これをパラパラって巻いとくと出るんですけどね。一番手っ取り早く、もったいないか、これ巻く。まだ出てくる。はい、出てきます。もうみんな閉まっちゃったからね。なるほど。そっか、作風店でもお店出してるし、グリーンクラブの 20% セールもあります。はい、23日からどのぐらいですか。28日まで 20% 23、24、25、26、27、28、ちょうど6日間ですね。初日が金曜日なんですけど、初日すごい混みます、やっぱり、ね、なるほど。皆さん待ってるんで、今ちょっと買い控えがあります。なるほど、ぜひ皆さん、そうですね、グリーンクラブの方にお越しください、うん、はい、そしてそういえば、はい、エプロン、あ、はい、小野さんも着ているこのエプロン、はい、盆栽Qのストアで販売中ですので、はい、よろしくお願いします。コップじゃなくて、こうでしょ、コップじゃないですよ、ポケット、そう、ん、まだ着たばっかりなんでわからないですけど、こんな感じです、はい、丈夫です。丈夫です。
面白い。うん、うんと寒がる種類はこうやって発泡スチロールに穴を開けて水がたまらないようになってます。そこに並べて、あのちょっとね冬の肥料やっちゃったんでカビ生えてますけれども、これであと蓋を、夕方になると蓋をこうします。あ、夜はちょっと閉めとく。うん、まあ一応ねずっと湿っぱでも大丈夫ですよ。ただね、せっかく日が当たってるから開けたり閉めたりはしてますけど。ちなみにどんな種類入ってるんですか？台湾ツゲでしょ。もうなんか新芽があったかいんで伸びてきちゃったね。これは本当に寒がるんですよ。寒くなるとねこの色になっちゃうんですよ。本当カビがすごいこうなる前に入れなきゃいけなかったんですけど、ちょっと遅くなりました。京都行ってる間に色が変わっちゃいました。あとは金図のちっちゃいやつかな。金図はこのサイズだとかわいそう、うん、黄色くなっちゃうから葉っぱが、うん、いい色になってる、うん、ね。うちはカラスが多いんでね、外へ出しとくとねカラスがいたずらするの、この実を。だからしまっといた方がいいんです。これ元気です、ね。はい、ちょっと遅れちゃったんだけど、ツゲがね寒がっちゃって赤くなっちゃいました。これあのツゲの串を作る本ツゲなんですよ。本ツゲ、うん、これあの草はあの三倉島、伊豆七島のあと八丈島の方なんで、あったかいところのなんですよ。で刺したはいいんですけど、ちょっと寒がっちゃって、本当は緑色なんです。慌てて入れたんですけど治るかな。あとはこれか、これは絶対ここじゃちょっと寒いかもしれない。これは、沖縄のガジュマル。ガジュマル、ガジュマル刺したんです。ガジュマル刺したんですか？うん、そう、ほらこう根っこがすごい太るんですよね。ガジュマル刺したんですけどちょっと寒がってる。なるほど。だから寒い地方の人はこうやって全部入れちゃうんじゃない。なるほど。他のものもね、で開けたり閉めたりすれば。ということ、これ外でもいいんですよ。ビニールハウスに入れなくても。ちょっと置く場所がなかったんでここに置いたんですけど、これから中あの桜の植え替えがあるんで、はい、桜祭りに向けて。桜祭り、うん、3月のね、はい、なんでこれ全部外へ出しちゃいます。なるほど。あー取れちゃった。ほら、おお、こうやるとよくつくんだよな。こんな感じなんだ。冬の挿し木です。冬の挿し木、冬に手入れしてて、はい、あ、穂がもったいないなって、切って捨てちゃうのもったいないなと思ったら、とりあえず刺して、刺して、うん、水を下、うん、下して水出しなんですけど、これあのメダカとか金魚か、水槽ね、水槽に水張って入れて、はい、で密封しちゃうの、こうやって。なるほど。取れちゃったけど。水がなくなる。ちゃんとよくつく。うん、あの途中で少しは足しますけど、でも外では無理なんです。凍っちゃうから。だから一応うちの中、室内に入れて。室内の日が当たるところが一番いいんです。あの窓越しとか。これ何月ぐらいからこういうのやるんですか？今くらいから2月ぐらいまで。12月から2月の時に引き止め。これ秘訣の秘訣だよね。秘訣の秘訣。ありがとうございます。だけど。それは暖かい時に刺した方が早いに決まってるんですよ。なんですけど、チンパク あの手入れって意外と冬にやることが多くて、そうするとね、穂をね捨てちゃうのもったいないから、いい素材の穂だったり古い枝を切った時はもったいないから刺して、うん、まあ出ればね出たと、うん、出なくてもしょうがないということですね。3月末とかに出す感じ、うんうん、そうですね、4月ぐらいまであれかな、置いとくかな。要はだって根が出たらもう水からあげなきゃダメじゃないですか。うんうん、あ、大丈夫だよ。このくらいそのままでも大丈夫ですか？大丈夫大丈夫、心拍なんか全然いい。そうなんだ。心拍3月の終わりかな。3月の終わり、うち寒いんで、うん、遅霜とかいろんなのがあるから、うん、気をつけると3月の終わりぐらいには出す。でも出してもやっぱりビニールハウスに置く、うん、やっぱり急激に寒くなるとあれなんでね。豆の心拍のね、素材をね、心拍じゃなくてもこれの方法で大丈夫。いや、心拍は大丈夫。あとね、梅が大丈夫だって聞いた。梅も大丈夫。梅と桜、うん、この方法でできる。お店楓とかはできそうな。やりましたね。あの、できますよ。できる。だけど、12月じゃなくて2月ぐらいにやりますけどね。お店とか、うん、あれは1月の終わりから2月の頭にこの方法でやりました。でもつきました全部、はい、穂がもったいない精神です。わかりますか？これはいい情報ありがとうございます。はい、すいません。小野さん、バーベキュー準備してくれて
ありがとうございます。俺がね、おでん作ったから。おでん作ってくれたんですか。ありがとうございます。楽しみにしてます。はい、というわけで、いろいろ教えていただきました。いやいや、はい、ありがとうございます。参考になる。参考。はい。何でも実験ですから。ね、皆さんやってみてください。やってみてください。はい。というわけで、ありがとうございました。はい。どうも。